えー、こんにちは、ヨムギの仲間です、えーと。今日はですね「大工の基礎を学ぶ」のコラムの中から、えー、鋼の種類についいいてお話をしたいと思います、あのー。刃物を選ぶ時そののみとかかんなを選ぶ時にいろいろ鋼の種類書いてあるんですよね青紙ですとか白紙ですとかカイスコですとかって、まあ、その辺の違いとかその辺の話と、えー、の方を説明したいと思います。で 鋼の種類が分かると、やっぱ刃物選びがちょっと楽しくなってくると思うんですよね。その、そうなんですよ。楽しくなってくるので、あの、ぜひ聞いていただければと思います。えっと、ではですね、あの、資料をもとに説明したいと思うんですが、基本的に僕は、あの、鋼のプロではないので、あの、もしかしたら間違っているところもあるかもしれませんし、えっと、ちょっと不足している部分もあるかもしれませんが、あの、大体の話として、あの、ちょっと聞いていただければと思います。まず 鋼ってそもそも何かっていうと鉄に炭素を混ぜたものそれが鋼ですで鉄に炭素を混ぜることでより硬くしたっていうことですねが鋼と言われているものですでこの炭素鋼って言ってるここのものっていうのは鉄と炭素を、えー、混ぜたもので、えー、とこれ作る過程でどうしても硫黄とか銀とかマンガンとかそういう不純物がどうしても入ってしまうんですねでそれを できるだけ取り除いてより純度の高い鋼を作っていくでその中でより良いものを作っていくっていうマイナスのアプローチをしていっているのがこの炭素鋼と言われている、えー、製品のグループですね。でもう一つ上のこの特殊鋼っていってるものは、えー、とその炭素鋼をベースに今度足し算をしていくんですね。そのクロームとかマンガンクロームとかか、えー、タンンステ より硬くて耐摩耗性のより良いものを足していくことで、えー、刃物を作ってより良い鋼を作っていくというアプローチが特殊鋼です。はい、で、えー、とそういう全然違うアプローチがあるんですね。え一般的に言うと、あのー、炭素鋼は、えー、研ぎやすいけど研ぎやすい。でもその代わり、えー、切れ味が落ちるのが早いというふうに言われています。 でそれに対して特殊鋼は研ぐのが大変でも中切れするよというふうに言われています。であのこれこの図の中でどれがいいのかっていうのはもう正解はないんですよ。でもこれは使う材料とかその刃物を作る鍛冶屋さんとか、えー、あと自分の使う職人さんの好みとかによってもう全然違います。だから正解はないです。だからこのの中から自分の最適解を探すっていう、 感じですねでその最低機会を探すための、えー、と知識としてなんかこの資料といいますか、まあ、こういう情報を頭に入れておくと、まあ、それを選ぶこともなんか楽しくなってくるなというなんかそういうようなお話になってます。ではですねその炭素鉱の話あそうですねまずこの,、えー、とこ,のこのグループですねこの、えー、と炭素鉱と特殊鉱をまたいでいるこのグループっていうものが まあ、黄紙白紙青紙って言われているこの紙がついていくシリーズって言ってるのはこれ日立金属さんが作っている屋敷鋼っていう製品のラインナップのエリアになってます。で日本のえー、と飲みとかかんなの本職用ですね本職が使うようなプロ用の刃物はもう8割9割この屋敷鋼だと思います。なのでまあ この辺の方をしっかり押さえておけば、まあ、大体わかるかなというようなところですね。この屋敷鋼っていうのが、あの島根県の屋敷市っていうところにある工場があるんですよ。で、島根県っていうのが、その多々羅製図法、多々製法で玉摩鋼を作ってきた。その日本のなんですかね、伝統ある場所なんですよね。もう聖地なんですよ。鋼の聖地なんですよね。で、そこで日本の刃物が作られているっていう。そのなんか、テレビで言ったら亀山モデルみたいな。 なんかそういうようなもうその聖地で作られた屋敷鋼っていうものです。はい、ではですねあのその中からまず炭素鋼の話をしたいと思います。でちょっとこの屋敷鋼の話をちょっとまたまとめてしたいので屋敷鋼じゃないものについてまずお話ししたいと思います。えっ、ー、とこの SK 根って言ってるもの。でこれはえっ、ー、と一般的に使われている鋼であのホームセンターで売ってるノみとかカンナは なんか鋼を使用してますって書いてるんですけど大体この S 傾向だと思いますでこの S 傾向って同じグループにいるのカッターの刃とかなんですよだからなんかそれまあ、鋼といえば鋼なんですけどまあ僕たちが求めてる鋼じゃないっていうところですことですねはいまあでも工具としてはまあ十分なんじゃないかなっていうのが S 蛍光あとはもう玉鋼ですねもう日本刀で使われている鋼です あとスウェーデン講っていうのは、えー、とスウェーデンで作られている鋼で、えー、とすごい不純物が少ないことで有名な鋼だそうです。はい、であと、えー、特殊鋼に行くと,、えー、とこの東郷麗郷っていうのがあの何、ー、て読むのか分かんないですけど犬首っていうんですかねそのこれはイギリスの会社と日本の会社で共同開発した鋼らしくてあの昔作られていたもので今はもう作ってないんじゃないかなというふうに思います。 はい、で聞いた気がします、はい、で詳しくはあの調べていただければと思いますであとハイスコウっていうものでハイスコウはもちろん日立金属さんも作っているもう世界的に使われている金属鋼の種類のことですでこれ常三郎さんのホームページとか見たら分かるんですけどその青紙とかに入っているクロームとかタングステンの量とこもう桁が違うぐらい入っているんですよだから 屋敷鋼っていうのはあくまで日本の鋼の延長上に特殊鋼もあるんですけどもうハイス光になるともう全然違う世界にあるんですよねもう入っている量の桁が違うんですよもう黒もももり筆ももうんか桁がほん 0. 何本に対して6とかなんか全然違う桁が入ってますだからちょっと全く系統が違う鋼っていう感じがしますねで特徴としては衝撃に強くて熱にも強いなのでグラインダーにかけてもまあ 焼き戻りがしにくかった器とか作る旋盤とかで、えっと、熱が加わりやすいので、えー、そういう金属、まあ、機械加工とかをするときに機械で加工する時とかに、えー、よく使われていたりあと手道具でも観内屋のみでもハイスコのものも最近すごく多いです。と、はい、いうのが、えっと、この屋敷鋼以外のお話でした。でこの 安鋼の話がすごい面白くてこの図を見ているとどういう違いがあるのかっていうのもすごい分かってきますはいでまずこの S 結構の中から不純物を取り除いて黄ミという鋼ができます黄ミがあののこぎりとかに使われている鋼だそうですでそこからさらに不純物を除いて白髪2号ができますでこの白髪2号をベースに、えー、炭素を抜く で炭素を抜くとこれも表裏一体なので、えー、と硬さを失わ,んです失われるけれどもそのか合しなやかさが増すというものが、えー、白髪の残材用残材というものでこの白髪2号をに炭素を足して硬さを出したで硬さを足した代わりにか、まあ、けやすくなったっていう特徴になっている白髪1号。 でこの炭素を足すことで分子レベルでのそのせなんか分子レベルの均一化が乱れるらしいんですよね。その乱れた分子レベルをもうきれにするために一回白紙できた白紙1号を真空状態でもう一回溶かして固めるっていうことをしたのが白紙スーパーです。そうすると分子レベルで均一になるらしいです。より緻密になるという特徴があります。だからこの辺が面白いですよね。だからその。 あくまでも、その混ぜ物はしないで、炭素の中でいろいろやっていくということをやっています。で、この、ここが面白いんですけど、この白髪二号にタングステンとクロームを足して、対摩耗性を出し、出した。で、その代わり、研磨性、その削る、研ぐのが大変になったっていうのが、青髪二号なんですよ。だ、この青髪二号と白髪一号の違いですよね。この。 だから炭素を足して硬くしたっていう白紙1号に対して、えー、炭素の代わりに、えー、タングステンとクロームを足して、えー、長切れをするようにしたっていう青紙2号この硬さと対摩耗性のこのこニュアンそうなんですよ硬さと対摩耗性のこの表現の違いがめちゃくちゃ奥深いですよねここにすごいいろんな話があると思います。はい、でここも面白いんでですけどで そのタングステンとクロームを足して対摩耗性を足した青髪二号に今度また炭素を足すんですよで炭素を足してできたのが青髪一号っていう結局炭素を足すんだっていうここのアプローチは一緒なんですよね二号から一号へのアプローチは一緒なんですよででも今度青髪一号からスーパーに上がるときは今度炭素、タングステン、クロームっていうまた足し算をしていくことでスーパーになるっていうここが特殊鋼と炭素鋼の違いが出てるんですよね 白紙一号の時はあ白紙スーパーの時は混ぜ物をしないで真空で溶かして固めるっていうことでその鋼の品質を高めるっていうそういうその純度を高めていくっていうこういう世界に対して、えー、と特殊鋼になった青紙の世界では1号からスーパーに上がる時にはより良いものを足していくそのバランスでより良い鋼を作っていくっていう。 ここの違いですねここのアプローチの違いはすごいなんかこの炭素鉱と特殊鉱の違いが出てるなと思ってすごい面白いポイントですね。はいです。でこれじゃあこのじゃあ白髪の中で一番白髪スーパーがいいんですねってうとそういう話でもないしまあだから青髪の中だと青髪スーパーが一番いいんですねみたいなそういう話でもないんですよ。だからこれがまたその使う食作る職人さんによっても違うし。 その使い手にも違うよって違うしその使うあいつの材料によっても違うっていうまだそこがまた面白いところですよねその、まあ、結局このちゃんとしたこの安敷鋼で作っているようなしゃ安敷鋼で職人さんが作っている刃物は基本研げば切れるんですよ絶対。であとはもう本当好みとか相性の問題、まあ、使ってる砥石によっても変わってくると思うんですよね。 だからもう本当に相性とか好みとかっていう話になってくると思います。でじゃあどれがいいですかって言われたらもう一概にどれがいいですかって言えないんですよね。まあ難しいですよね。だからもう何とも言えないんですけどただ僕がちょっと思うのは炭素鋼はこうちょっとロマンがありますよね。このマイナスのアプローチをしていくっていうこの玉鋼に通じる ここのの美学みたいなこのロマンを感じるんですよね炭素根にはだし特殊鋼に関してはこうまた美学があるじゃないですかよりよりより良いものをっていうことを純粋に求めていったらそのクロームとかタングステンっていうところに足したっていう多分ここにもすごいロマンプロジェクト X 的なこうすごいロマンが詰まってると思うんですよねでもなんかこう合理主義とロマンティストみたいな,なんかこの辺の違いみたいのがあって。 なんかその辺から選ぶのもいいかなと思ってます。なんか、ちょっとやっぱ白髪スーパーにロマンを感じるな、みたいな。なんかそういうアプローチでもいいんじゃないかなとは思うんですけど。はい。で、じゃあ僕が何選ぶかっていうと、僕の、僕が何選ぶかっていうと、僕割とロマンティストなんですけど、でもやっぱり正直青髪ですね。青髪を選びます。その研ぎにくいって言ってるのも、今、砥石の性能すごい上がってるので、 まあそんなにデメリットでもないなっていうふうに思っていてますでやっぱり長切れは正義ですよね長く切れればやっぱり正義なんですよだからやっぱりそういう点では青紙道具としてはやっぱ青紙合理的な青紙を選ぶっていうのが僕かなとは思いますでもやっぱハイスコーを選ぶよりはやっぱこの屋敷鋼の中で選んでいくかなというところですねはい というあの,鋼の話で,したで詳しい内容は日立金属さんのホームページとかあと常三郎さんのホームページとかもすごい分かりやすいですし面白いです、はいで。それぞれの鋼の特徴ももっとより詳しく書いてあるのであの概要欄にリンク貼っておくのでもしよかったら是、ね、非見てくださいあの。すごい面白いです。えー、と,ということで鋼の種類の話の方をさせていただきました。何、えー、かこう刃物選びのです、ね、参考に なれば嬉しいなと思っております。はい、ではありがとうございました。